アンソンギは韓国ソウル出身の俳優。子役としてのデビュー当時からほぼ一貫して映画にのみ出演し、韓国国内では国民俳優と呼ばれている。ソウル市で朝鮮戦争の最中、避難する列車の中で映画プロデューサーの息子として生まれた。1957年5歳の時に近畿英監督の黄昏列車で子役俳優としてデビュー。 2年後の1959年に出演した10代の犯行ではサンフランシスコ国際映画祭のゴールデン特別賞及び文化情報賞映画賞を受賞した。同監督の代表作の一つ、下女やユヒョンク監督の代表作の一つ、ご発弾など約70作品に出演した。ソウル市内の小学校、中学校を卒業。 高等学校在学中に学業に専念するため、俳優業を引退。2年間の浪人生活の後、韓国外国語大学に入学し、ベトナム語を専攻した。ベトナム戦争の最中だった、大学在学中、予備役将校訓練課程を利用して大学に、在籍したまま将校として、ベトナムに赴任することを希望していたが、任用される前に、韓国がベトナムから撤退したため、 ベトナムに行く機会には恵まれなかった。大学卒業後の1977年、父親の勧めでキムギ監督の兵士と娘たちに出演して映画界に復帰、麻薬事件で禁慎処分を受けていたイ・ジャンホ監督の復帰第一作、風吹く良きで中華料理屋の出前持ちをしながら社会の底辺で生きる若者の役を演じ、その年の大金賞最優秀新人賞を受賞した。 翌1981年には、イム・グオンテク監督のマンダラに出演し、破壊像との交流を経て、悟りの境地へと至る修行像を演じた。1982年には、ペチャンホ監督との初共同作、鉄人たちで、その翌年の1983年には、イム・グオンテク監督がイム・ニョルの小説、匿名の島を映画化した霧の村で、2年連続で、 大金賞主演男優賞を受賞した。監督ペチャンホ、原作、脚本チェイの、主演アンソンギのトリオで1980年代、前半に制作した作品のうち、インテリのホームレスを演じた、クジラトリコレサニャンと、アメリカンドリームに取り憑かれた末に破滅していく男を演じたディープブルーナイトは、ソウル市内だけで40万人以上もの観客を動員するヒット作となり、 後者では三度目となる大金賞主演男優賞を受賞した。1988年のチルスト・マンスで当時デビューして三年ほどのパクチュンフンと共演、北朝鮮を支持して長期服役集となった父を持ったがゆえに出世の道を閉ざされ看板の広告画を描いて生計を立てているパクマンス役を演じた。チルスト・マンスは 工業的にはそれほどヒットしたわけではなかったが、ロカルの国際映画祭やベルリン国際映画祭などに出品され、特に前者では青年批評家賞を受賞するなど、国内外の批評家から高く評価された。パクチュンフンとは、2コップス、ノーウェアノーウェア、ラジオスタート合計4作品で共演するだけでなく、韓国国内におけるコンテンツの違法ダウンロードに対抗し、 合法ダウンロードを推進するキャンペーンにおいて、共同委員長を務めたりもするほど親しい関係であるという。朝鮮戦争時代、南北双方から見捨てられたパルチザンに取材のため同行し、自らの行動との対比の中で苦悩する従軍記者を演じた南部軍内と幻想のパルチザンで、清流映画賞と春誌映画芸術賞で主演団優勝を 大統領候補の暗殺事件をめぐる陰謀を追うジャーナリストを演じた。誰が竜のつま先を見たのかでは百層、芸術大賞主演団優勝を受賞した。ありがとうございます。